第3章、デジタル政府に必要なたった一つのこと、はい、これはね、政府が狙われるというですね、第1部の一番最後の章でございます。全世界でデジタル化が進む中、どの国でも神経質になっているのはサーバー問題だ。サーバーを制する者がデジタルを支配する。だからこれまでの貿易協定や経済連携協定では、サーバーは必ず自国内に設置しなくてはならないという条項を入れてる、うん、TPP ではどの国も譲れなかったが、第一章で述べたように日本はアメリカに押し切られて、 GAFA、Google、Apple、Facebook、Amazon のようなテック企業は日本でデジタルビジネスをする際、個人情報などを管理するサーバーを日本国内に置く要求ができなくなってしまったという協定、日米デジタル貿易協定に署名してしまった、うん、この時担当大臣の竹内早苗というですね、総務大臣はそのことは別に考えてるといいというようなことをどっかで言いましたけどね、うん、こういう協定ができちゃってしまったんだからね、どうしようもないんです。世界市場に莫大な利権を握る Google、Apple、Facebook、Amazon を横目に、中国は自分たちの一帯一路構想が遠くない将来に Google、Apple、Facebook、Amazon に追いつき、やがて追い越し、その座を奪うことを、その座を奪う日を目指しております。これはその通り中国が狙っております。うん、はい、そしてアメリカはね、統計上はね、数年後に中国に国内総生産では抜かれるんです。これは統計上明らかです。そうですね。ただ、中国はね、13億という人口でございますからね、うん、国民に割り振るとね、まだ中堅国です。ただ国家の富は増えておりますからね、共産党政権はね、国民が途端の苦しみを味わってもね、そんなことは平気なんです。ここの富をね、何に使うか分かりませんからね、怖い国ですよ。一帯一路とはどういうことかということをちょっと申し上げます。一帯一路の一帯とは、中国からヨーロッパに繋がるシルクロード経済ベルト。一路は中国沿岸部から東南アジア、南アジア、アラビア半島、アフリカ東南を結ぶ21世紀海上シルクロードという2つの地域の交易経済圏構想を一帯一路という考え方が指します。2010年11月に署名された地域的な包括的経済連携協定、これは略称ということで RCEF と言いますけれど、地域的な経済連携協定にこの一帯一路の国が加盟した。この RCEF の交渉で、中国はサーバーは必ず自国内に設置しなくてはならないという条項の削除をするよう猛烈にプッシュした。日本をはじめ RCEF の参加国は中国のこの要求を飲んでしまった。飲めばどういうことになるかというのは後でちょっと説明します。その結果、今後中国企業が日本国内でデジタル事業に参入する際、サーバーが北京に置かれても日本は文句を言えなくなった。中国企業は自国政府からの情報開示要求を拒むことを禁じられている。TikTok が、これは動画サイトでなかなか人気がありますよね。TikTok が、ユーザーの生体認証情報を取り出して、それらの情報が全て中国政府にチェックされているリスクがある中で、ここ中国、資本との関係が深い、企業が運営するキャッシュレス決済サービスを利用すると、個人情報が続きになると思った方が良い。デジタルを入り口に世界の覇権を狙う中国にとって、RCEF はまさに夢を叶える入り口だろう。
行政のデジタル化には安全保障の面で高いリスクがつきまとう。そうならば国が検討すべきは規制を外すことよりも他国の例をしっかり検証した上で国益と国民を守るための規制を即興に整備することの方だろう。こういうとおっしゃってます。規制はまだ外しちゃいかんということ。そこでですね、失敗例ね。はい、これを一つ申し上げます。フィリピンの失敗例でございます。フィリピンの電力事業は国営企業の2社がね、独占しとったと、うん。日本もですね、今多少緩和されておりますけど、実際はね、東京電力とか中部電力とか関西電力とか、ね、電力の旧電力が独占しておりますよね。フィリピンでは2社の国営企業が独占しとった。したがってサービスが悪い、うん。修理もなかなか手早くやらんということで、苦情がいっぱいあったんですね。そこで、ドーテルテ大統領、これはね、乱暴なのでね、麻薬取り締めのために人殺してもいいということをやった人物でございますけどね。即断即決、すぐやろうかでございますから、民間企業を参入させた。そして民間企業はね、国営企業と違って、サービスを手厚くしましたからね、大統領の人気が上がったの。ところがね、この民間企業に中国の資本が入っとったの。なるほど。中国のね、国家伝聞公使というのが入っておりましてね、うん、この中国のですね、電力会社が株をだんだん増やしていったの。40% まで握ってね、フィリピンの電力をですね、実質的に支配下に置いたの。うん、そしてサーバーは北京にあるんですよ。ですからね、まあ、中国の習さんとドーテルテ大統領の仲がいい場合はいいんですよ。いざ喧嘩対立になりますと、中国がサーバーを切断するとね、フィリピンの電力はね、全く暗黒になります。そういう危険がありますね。したがってね、サーバーだけはね、他国に置いちゃいかんです。国の基本的な事業のサーバーは自国に置かなくちゃいかんとですよ、うん。これは失敗で。これもう一つはね、エストニアという国がある。はい、エストニア。これはバルト三国の一つでございます。小さい国でございますけどね。デジタル化が進んでるんですよ。うん、でこの国ではね、ほとんどの手続きはデジタルで済むんです。ただね、紙を使わなくちゃいかんのは三つございましてね。結婚と離婚と不動産取引。これ以外は、もうデジタルで済ましてる国です。しかしね、データ情報をですね、一箇所に集めておりますからね、効率がいいんでございますけど、そこをですね、ハッカーにやられたら、うん、行政が混乱してしまいます。それ実際にですね、エストニアのサーバーに、ロシアのハッカーが侵入してきてね、はいはい、シャットダウンして、エストニアは困ったことがある。ですからね、サーバーをね、うん、エストニアは、海外の大使館、ルクセンブルクの大使館に、コピーを全部置いてある。そして、それ以外の2、3カ所の大使館に別々に置いてある、うん。ですから、本国のサーバーが得られても、以上になっておりますね。そしてエストニアはいいことがね、個人個人の情報の所有権は、ここではなく、うん、各自個人が持っているという建前を取ってるんだ。なるほど。ですから、例えば警察がですね、個人の情報を取りたいという場合もね、まずログインしてね、正当事由を述べて認められないと取り出せないんだよ、うんうん。取り出した場合もね、その情報をどう使ったかということはね、透明性ある、見える形でですね、やらなくちゃいかんということになっておりますからね、自分の情報がどう使われるか、国民は見えるわけですよね。安心ですね。そして、国家がですね、一度取り出した情報はね、国家が持っててね、他の国家機関が使いたいという場合も、いちいち個人の情報を取り出すわけじゃなくて、その情報を使うんです。そうしますとね、自分の情報の流通過程がわかりますから、国民安心できます。そして、データの所有権は国民にありますからね、
国民はその情報をですね、削除してくれという、そういう権利もあります。したがって、国民のですね、まあ、プライバシーを守られてるわけですよね。まあ、そこまでいけばね、デジタル化されても安心という面はありますけどね。もう一つの例はね、台湾の例でございます。台湾はね、天才的な、オドリー・タンというね、人物が、デジタル担当大臣を務めておりますよね。そして、彼は、政府が提案する法案についての、様々な議論がね、できる場、プラットフォームを設けてるんですよね。オンライン上のプラットフォーム、V 台湾というね、プラットフォームを設けましてね、そこで国民がね、いろいろ、その政府の提案の法案について議論できるんです。うん、公明正大です。それからもう一つはね、国民が提案する場合の場、上院というプラットフォームを設けておりましてね、そこで国民がね、いろんな提案できる。日本でも提案できますけどね、はい、その場合には、国会議員の何名以上の推薦とかいろいろ条件がありましてね、なかなかね、政府に我々の国民と提案が届きませんけどね、台湾ではね、一人一人の提案が上院を通じて、国会に届くんですよ。そう、すごい。そして具体的に実現した例はね、うん、16歳の女子高校生がね、プラスチックのストローはやめましょうと。なるほど。バラにしましょう。こういう提案したところね、それがたちまち法案化されて実現したという例もありますね。こういう民主的な制度を台湾にとっておりますね。うん、では今日はこれで終わりです。ありがとうございます。はい。